どうもこんばんは、あおさんの休日のあおさんです。我が家にはコリドラスをメインで飼育しているコリドラス水槽があるんですけど、その中で1匹だけなぜか食事中に色が抜けてしまう個体がいます。熱帯魚の色抜けというと病気、寿命など先日上げた動画でもご紹介しましたが、今日紹介するコリドラスは普段は体色も濃く元気いっぱいなコリドラスなんですけど、なぜか食事中にだけ色が抜けてしまいます。コリドラスの種類はコリドラスパンダ、色抜けする部分としては黒色の部分のみです。この後動画で実際に見ていただきますので、特に黒色の部分に注目してご覧ください。動画後半はなぜ色が抜けてしまうのか、私が調べた考察内容をお届けいたしますので、ぜひ最後までご視聴ください。熱帯魚の色抜けの原因としては病気、寿命、餌の種類、ストレス、水質の悪化、レイアウトの色、括弧保護色、照明などが主な原因のようです。コリドラスは非常に長寿な熱帯魚として有名なんですけど、私が考察するに病気、寿命は可能性が低いのかなと思っています。理由としてはヒレの調子、餌食い、上下行動なども少なく、餌を食べる場合のみ色が抜けるので病気や寿命は考えにくいです。その他にも10匹以上のコリドラスがいるんですけど、ストレス、レイアウト、照明等が原因で色抜けが起こっているわけでもないので原因が全くの不明です。他のコリドラスと唯一違う点としては、左のヒレがくにゃっと曲がってしまっています。ヒーターに当たって火傷してしまったのか、購入時から曲がってしまっていたのか、今となってはもうわからないことなんですけど、ずいぶん前からこのヒレの形で長生きしてくれています。飼育期間としてはもうすぐ2年が経とうとしています。その他特に悪そうな部分も見られないので、一度皆様に見ていただきたいなと思い動画化しようと思いました。いかがですか？もし何かわかる方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄によろしくお願いいたします。
奥さんはこちらの個体のことをパンちゃんと呼んでいます。とても顔が整っていて、よく水槽の外を眺めに来てくれる非常にお気に入りのコリドラスです。これからも変わらず愛情を注いでいきますので、また何か変化等ありましたら動画内でお伝えいたしますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。青さんの休日でした。